さあ、グリッドの方は前衛していますので、選手を紹介していきます。フォーメーション、チームロックウェーブ、足立選手。2番手、チームベクトル、坪井選手。3番手、ロックウェーブ、駒田選手。4番手、スタムスピードウェイ、そして秋田県代表、笹尾選手。5番手、ゼスト代表、加藤選手。6番手、ビートップス代表、渡辺仁選手。8番手、チームマイホーム、浦野選手。8番手、同じくビートップス、徳田浩次郎選手。11歳、これね。そして9番手、エポック代表、岡本選手。10番手、ライトサーキット、草刈選手。11番手、タミチャレ愛知代表、北井選手。12番手、ポケット代表、藤井選手。そして13番手、豊川ホビー代表、桑島選手。14番手、チャンピオン金沢代表、内藤選手。以上、14名によって争います。さあ、足の方も、この部分、フライングで直撃に上がりますか。はい、では、いきます。では、マーシャルよろしくお願いします。では、いきます。マーシャルズ&ドライバーズ、オン・ザ・トーン。内田さん、ちょっといいですか。さあ、現在時間の37秒の経過、トップはベッキー1番、ロックウェーブの足立選手がトップ、2番手はベッキー、2番、ボイ選手、チームベッキー、ベッキーの代表、3番手はベッキー、11番の藤井選手が3番手を走行。さあ、現在トップ集団はスプーンのところを走行中。さあ、現在スプーンを。争いが激しい。さあ、ここからバックストレートに入っていく。まずは前を走行しているのは、ベッキー1番の足立選手。さあ、おっと、左手のところでちょっとタップしてましたか。さあ、最終コーナー、トップ集団を入っていく。さあ、ここから立ち上がっていって、まずはベッキー1番の足立選手がトップ、レッドのカラーリングマシン、2番手はシルバーのカラーリングマシン、ベッキー2番の坪井選手。さあ、この差は 0.6 秒差。さあ、ここは激しいチャージをかけていくから、ゼッケン2番の坪井選手、3番手はゼッケン5番の加藤選手が追いかけていく。その差は 1.4 秒差。4番手はゼッケン8番の徳田選手、1.2 秒差で追いかける展開。さあ、コントロールラインを通過。トップ、ゼッケン1番の足立選手、2番手、ゼッケン2番の坪井選手がこれをかけるのは 0.7 秒差。力が離れるという展開で、ここからスプーンからアクソレターに入っていく。さあ、ここで大きくヘアピンに入っていった。さあ、ここで一気にフルカットしてきて、ハーフヘアピンに入っていく。おっと、テールを滑ったのは前回1番の足立選手。さあ、現在順位は1番、2番、5番、8番、12番、ここまでがトップ5。以下14番、4番、7番、13番、3番、10番、6番、9番、11番とついていく。さあ、トップ中段、スプーン、14番ポジションアメリカの追加中。さあ、このまま最後は逃げ切ってきていけるか。現在時間の方が2分15秒の経過。残り時間が2分45秒と、かなり長丁場となってくる。さあ、トップ集団は最終コーナーから立ち上がって、もうコントロールラインを通過。ゼッケン1番の足立選手は今のトップをほぼ7周目に入った。2番、ゼッケン2番の坪井選手も7周目。さあ、ゼッケン5番の加藤選手も追いついてきた 0.1 秒差。さあ、トップ集団3台はヘアピンに突っ込んでいく形か。
さあ、ハーフウェアキーを少しテールをスライドさせたが、おっと、インから足に抜いていった。さあ、ここで順位が変わってきた。ゼッケン5番の加藤選手がトップに上がってきた。赤色のフェラーリ、その後ろもゼッケン1番アダイ選手、こちらも赤色のフェラーリ。さあ、3番手はゼッケン2番のズボリ選手、シルバーの絡みのマシン。さあ、ここから大きくフェアキーをクリアしていく。少しずつゼッケン5番の加藤選手が刺激していく体勢を整えてきた。さあ、ゼッケン1番とゼッケン2番、アタキ選手とズボリ選手は現在2番手争いで少しトップが遅れてきた。さあ、時間は3分15秒の経過。さあ、トップバックストレート、ゼット代表、ゼッケン5番のカード選手は現在ヘアピンをクリア。さあ、少し遅れてゼッケン1番のアタキ選手、ゼッケン2番のズボリ選手がそれを追ってくる展開になった。おっと、真ん中に上がったのがゼッケン2番のズボリ選手。2番、1番と落としていきたいところだ。さあ、時間は3分36秒の経過。さあ、ここからヘアピン、スムヘアピンに入っていく。さあ、バックレート、レッドのカラーリングマシン、ゼッケン5番の加藤選手がヘアピンに入っていく。さあ、少し離れてゼッケン1番の阿部選手、ゼッケン2番の久保井選手が追いかけていく展開。トップ5は5番、1番、2番、12番、7番という展開で追いかけていく。さあ、ゼッケン1番の阿部選手に、トップのゼッケン5番、加藤選手の差は2番手の差は 2.3 秒ともいった。さあ、ここで5分が経過。さあ、現在トップを走行しているゼッケン5番の加藤選手、現在インフィールドから最終コーナーを入っていく。さあ、加藤選手がここでコントロールラインを通過。そう、トップゴールは加藤選手、ゼッケン5番、決勝ビメイン優勝おめでとう。2番手はゼッケン2番の足立選手、3番手はゼッケン2番の坪井選手と続いています。7番の浦田選手、13番の桑島選手、17番の草刈選手、14番の内藤選手がゴールして、これで全車ゴールインとなります。